はい、どうも、タクショーです。今回はですね、ペンホルダーのバック&フリックについてやってみたいと思います。グリップがね、すごい大事です。このニュートラルな構えからストップがつっつきできるような状態のグリップですね。まあ要は何でもできるようなグリップで構えてて、まあ、バック前に来ましたと。でそのサービスが払えるっていう判断をしました。でその時に、ラケットに、足近づいてラケットを出しながらですね、人差し指を少し伸ばすような形で、このチョキ、ね、人差し指と中指のチョキでラケットの面を挟むようにして角度を出します。でこの時に親指を外して、でこの親指と人差し指の付け根でここですね、ラケットのこの部分ですね、グリップの部分を挟む。だからチョキと親指との付け根でこの2つのポイントで軽く挟みます。はい、で少し指を伸ばしながら前に出てきて、こうですね、はい、で今この状態になってます、指がね、はい、でこれを今ちょっと、指をこう閉じてるというかね、グーでもないんですけど、こう閉じてる状態になってますので、これを広げるようなイメージで指を使います。グーパーみたいな感じなんですけど、こういう状態ですね、はい、これで目を作ってスイングする。でこの時大事なのは、人差し指が曲がったままだと関節がロックされて、結構この上の方の肘とか肩の方をこう使ってしまうようなグリップになってしまうので、それだとあまりかっこよくないので、なるべく手先だけでやりたいと。だからこのロックしてしまう部分というのをまず解除すると。その意味でこのチョキ、人差し指軽く伸ばして、はい、そうするとこう結構綺麗にヘッドが回ってくれます。どうですか、今僕の肩肘動いてないですよね。でもラケットの先はしっかり動いてますね、はい、これはこの指を外したことと、あとこの親指と人差し指の付け根で支えてるんで、ここを支点に、スイングしてます、ね、指を使うような形で動かしてます、ヘッドに、はい、でこれをまず、こんな感じで素振りでやります。構えから近づく面を作る、打球して戻る、ね、近づく面を作って打球して戻る、この一連の動作を素振りでまず覚えます、はい、払えると判断したってことは、基本的には相手のサービスは、ナックルとか、横回転とかなので、ラケットを出す、面を出すときに上を向かせる必要がないじゃないですか、ね、どちらかというと少し、立てるよりも少しかぶせるぐらいの角度を作って打っていきます。でラケットの動きとしては、少し下目から、手より面の方がもう下目から、少し上、斜め上方向にスイングします、こういう形ですね、はい、で多少全身回転をかけていくようなイメージで打球します。でラケットのなるべく先の方で打ってあげる、そういうイメージで。打点ですけど、打点はボールバウンドしてボールが上がって、少し下がるぐらい、頂点から少し下がるぐらいのところを打球してあげるような形でやると打ちやすいです、ね。理想はバウンド直後でも、ね、頂点後でも打てればいいんですけど、まずは頂点後ぐらい、ね、やっぱ頂点前とかだとちょっと素早いポジショニングも必要ですし、ちょっと難しいですよね。だからちょっとボールを待って、あんまり前に突っ込まないようにして近づいてポンと払ってあげる。でフリック強打をしようと思わないことですね。まずは軽く払ってしっかり低く入れると、狙ったコースに打てるようにすると、それがまず先決です、はい。で、その練習、例えばフォアバック前にサービスを出してもらって、バック払ってから、何回も練習をするとか、ね、はい、そういう形で練習の中にこう加えてあげるとですね、早く覚えられますし、要は払ってからの展開っていうね、すぐこう戻ってラリーをするってことにも慣れますので、ぜひ、普段の練習の中に取り組んでほしいと思います。でですね、あと素振りの他にですね、ボールをこう持って
セルフノック、自分でボールを台についてバウンドさせて払っていく、バウンドさせて払っていく、こういう練習ですね。バウンドさせて払っていく、バウンドさせて払っていく、これでこうクロスに払ったりストレートに払ったり、ね、素振りプラスアルファでねボールも使って実際打ってみると、まあこういう形で、打球感覚もね確認しながら、練習すると早く覚えられると思います。まあ、あとは、自分でもですね、前からとかね横からとか映像を、例えばスマホとかでね映像を撮ってもらって、まあ、どんな感じで自分がこう打ってるかっていうのも、まあ、チェックしながらやるとね、修正とかも早いと思います。